今日はダイエット効果もある舞茸です。卵2個に対してマヨネーズをだいたい大さじ2分の1から1ぐらい入れて混ぜます。フライパンを温めてオリーブオイルをね、適量、まあ大さじ1ぐらいかな。結構キノコの量が多いですね。キノコと油の相性もいいのでちょっと入れてもいいかな。作る量によってはね、油も少し入れてください。そして舞茸を入れていきます。全体に油を回し、ここでちょっとお塩少々入れます。ちょっと大きい、あんまりね、こういじらずにしばらくほったらかして焼き付けるようにして、たまに返すようにすると水っぽくならず香ばしくてね、とても香りが良くなります。ずーっと焼き付けて、たまにちょっと返します。こういった焼き目がね、美味しいんですよね。では仕上げに卵を入れていきます。ちょっとオイル出そう。全体をね、もうざっくりと炒めていきます。もう卵がふんわりとしたぐらいで出来上がりです。あんまり炒めちゃうとね、卵が固くなっちゃうので。まあこのままでも十分に美味しいんですけども、ちょっとまた追いマヨネーズ、まあ彩りにね、パセリ、イタリアンパセリとかね、散らしたらまたいいかなと思います。はい、完成です。舞茸の旨味がたっぷりです。舞茸をたくさん購入したら刻んで冷凍保存しとくと便利です。あとはオリーブオイルと、まあ、ごま油でもいいんですけども、お塩少々で炒めておきます。こんな感じでしんなりしたら粗熱を取って保存容器に入れます。こうやっておけばオムレツやパスタ、ピザトーストに散らしたりと便利です。